はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルイージです。では今回は This is a Police 続きをプレイしていきましょう。93日目になります。安楽死は個人の選択と意思が発言。まあ、これもね、ちょっといろいろ賛否両論、価値観等々あるので何とも言えないところですよね。もう個人的にはどうなんでしょうね。ちょっとそういう死の淵に立ってみないと、最終的にどういうふうに自分が考えるかわからないんで、何ともコメントがしづらいんですが、続いて、新婦、売春行為増加の現状を示唆。なるほど。ちょっとここはノーコメントだな。興味ある方はツイッターの方を覗いてください。ということで、次、メロドラマ俳優マニュエル・トレ・ブランが引退表明というところで、一応意味がわからないこのメモも見ておきましょう。では、早速、今日も元気に仕事に行きましょう。一応ですね、全然関係ない話をしようかと思ったんですが、エイムス。大好きな俳優が主演している映画は今日公開されるんです。退社してもいいですか？まあ、たまにはね、有給休暇取ってください。で、シャローは？今日は会員の誕生日、公園で一日遊んであげたいので休暇を取ってもいいですか？いいよ。じゃあ今日はこの体制か。ちょっと待って、シフト A ってこんなにしょぼかったっけ？ 4 人しかいないじゃん、警官が。マジで？なんで？なんでだっけ？全然覚えてない。これはかなり厳しいな。4人で仕事が回せるんだろうか。あ、そんなことないよね。いっぱいいるよね。なんか4人しかいないように見えたけど。いるいる。全く問題ない。それでは、フランク・ウッタード。まあ、これはね、犬として雇っていたんですが。何者かに惨殺されましたからね。で、ヘロインを売った金は50%シェアして、50%自分の懐に入れ込みましょう。で、集団暴動。大勢の労働者が一時解雇と賃金引き下げに抗議、ストライキに突入。会社側から交渉を持ちかけられることを期待していたのだが、会社は何も動かなかった。抗議者たちは思い思いの武器で武装し、フェンスを破壊し始めた。なるほど。これね、暴力行為に走ったらまずいよね、さすがに。ここはじゃあ、護送車を出して、そうだなぁ、まあ、バーディーに、レイグッド。この二人で鎮圧してもらいましょう。いや、もう一人入れとこう。一応この使い物にならないバンダル。これも入れます。一応ですね、ツイッターの方ではお話してるんですけど、12月にですね、まあ、タイの方にまた遊びに行こうかなというところでレイプ事件が発生。女性用の公衆トイレ内の個室で男性を無理やり羽交い締めにしてセックスに応じるよう脅している女の声が聞こえた。マジか。クリスタル・ハリントンは会話を聞いてすぐ公衆電話へ走り、警察へ通報。マジか。こんな、逆レイプ。いやー、なんかこんなシチュエーションすごい嬉しいなーって思っちゃうんだけど。まあ、ここはでも女性を一人入れてあげた方がいいよね。ドレイクはやめて、バスティアンを入れておきましょう。まあ、誤報の可能性もあるかなと思うんですけどね。ちょうどそのタイ旅行がですね、信長の野望大使が発売された翌週になってしまうんで、信長の野望大使が十分にプレイできないまま、タイ、そしてシンガポールにね、タイの女の子と一緒にタイから行く予定になってるんで、だいたいこれがですね、10泊、9泊10日かな。の旅行の日程になってるんで、少しね、ちょっと不安なんですよね。で、レイプはやっぱり英語法か。トイレの個室はカップルが使用しており、スリルを味わうために公共の場でのロールプレイセックスを楽しんでいた。いやー、羨ましいな。で、今度はアティカスタワーですね。所長、残念ながら私には家族というものがございます。そして私の一人息子がとんでもないバカ者と結婚証しとしており、すぐにでもアスカタワーの屋上で結婚式を開きたいというのです。あの子が人生最大の過ちを犯すのを止めてやりたい。その手段として私は大規模な結婚式と披露宴を計画したわけです。そこであの男が新婦の前に立っているその時に警察に突入してもらいたい。そして何か重大な罪であいつを逮捕してもらいたいんです。例えば、児童ポルノの所持容疑なんかがいいですね。なるほど。晴れの舞台でこんな目に遭わされて、娘もきっと恥ずかしい思いをするでしょう。でも、あんな男と一生暮らすよりはずっとマシだ。なるほど。これはね、長いものには分かれましょう。マリニアック、さらにはゲイ。この二人を派遣して、ああ、もう一人いるの？じゃあ、ここがドレイクだな。
ちなみに僕は結婚式はですね、ディズニーのホテルであげたんですね。もう4年前とかになっちゃうんですけどね。マイフィアの依頼、ジャック、今日の17時54分に港でちょっとした用事がある。札の邪魔が入らないようにお膳立てと。なるほど、たまにはサンドの話も聞いておかないといけないよね。3回に1回ぐらいは聞いてあげるっていうぐらいのスタンスでいきましょう。で、警察じゃないな、刑事事件会1回設けたんですけど、まあ、皆さんからいろいろアドバイスとかコメントいただいたので、またちょっとどっかで一度、事件会をやりたいと思っています。で、強盗事件ですね。2人の女がブティック内で高価な宝石を盗んだところ、一部始終を見ていた警備員が捕まえた。ポケットの中身を出すよう要求された女の1人、バッグから銃を取り出して店員たちを脅し始めた。なるほど、これはもう強盗だな、完全に。となると、そうだな、バーディー、さらに、まあ、レイグウッドにホックスマン、これを出しましょう。まあ、拳銃を出してきてますからね、相手は。で、人質事件、市役所。フロックコートを着て、武装した男が登記所に乱入。男は白い服を着た少女を引き連れていて、今すぐ結婚の手配をするよスタッフに命令。なるほどね。なんかこういうの多いね。タイに遊びに行った時ね、結構僕も入れ込むんですよ。本当にその女の子と恋をするかのように楽しむんですけど、さすがにね、帰ってきたら、おっと、アティカスですね。児童ポルノの偽容疑を、かけて、結婚相手を逮捕したっていうので、6000ドル。さすがにね、日本に帰ってきてまでうつつを抜かすってわけにはいかないんですけど、やっぱりね、本気でそういう恋愛ごっこをすると楽しいんですよね。で、続いては不審人物、カフェプリッツ。男は少女の腕をつかむと、これはあれですね、市役所に来た結婚の手配を進めろって言え脅してきている事件のですね。登記所の従業員にショットガンを突きつけた。従業員はここに2人が夫婦であることを宣言します。神父にキスをしてくださいと言った。なるほど。で、さっさとキスしろよバカというか、おい武器を捨てないでそのスーツに穴が開くことになるぞというか、背後から新郎に忍び寄り警棒で殴るか。どうしようかな。まあ、ギャグ要素で言うんだったらさっさとキスしろよバカですけどね。まあ、ここは普通に考えると背後から新郎に忍び寄り警棒で殴りましょう。で、カフェブリッツの方ですね。レストランでシワだらけのジャケットを着た不審な男が数時間も座っているとウェイトレスから通報。何も注文しないのコーヒーを持って行っても座ったまま私のことをじっと見るだけだった。ちょっと怖いですね。私の退勤時刻まで検察しているつもりかもし、ごめんなさいね、私の退勤時刻まで観察しているつもりかしら。そしてとウェイトレスは口ごもった。想像するだけで怖い。まあ確かにちょっと怖いですよね。じゃあここはバスティアンに、いや、フロリドにバンダールにしましょうか。バンダール使えないからね。で、ここはブティックの方の強盗事件ですね。増援を送りましょう。まあ、順調に今日は事件を解決していってますね。まあ、こんだけ警官がいると多少の、まあ、いわゆる誤報にミスがあったとしても戦えますよね。匿名の人物から通報。これ、サンドの話だな。今回は見逃しましょうか。匿名の人物からの通報。何者かが港で武器の荷下ろしをしているらしい。すべての常勤労働者が早めに帰宅されていた。なるほどね。無視しましょう。で、集団ボード、超人気歌手カレス・スパークルのマネージャーが彼女のツアーを何の説明もなく中止にした。彼女は来月フリーバーグでもコンサートを行う予定だった。激怒したファンがコンサート会場の予定地であったアイスアリーナに集まり、直ちにカレンとの対話を要求。あんまりその芸能人にものすごく熱中するっていうタイプじゃないんで、ちょっとこの辺りの神経がよくわからないんですよね。まあ、護送車も出しておきましょう。暴動化する可能性もありますからね。で、強盗事件の方は解決してますね。まあ、バスティアン送ってますからね。まあ、問題なく解決するでしょう。で、不審人物の方は、今日仕事を解雇されたばかりで、考えにふけっていただけだと。かわいそうだな。
まあ、かわいそうなのかいいのか、不法ビジネスミニマート、地元の食料品店の経営者であるマーティン・コーカーは2人の中年女が大きなジムバッグを持って駐車場をうろつき、通行人にタバコを売っていると連絡してきた。ただでさえ経営状況が良くないのに、あの女たちのせいでさらに客が減っているんだと。なるほどね。路上でタバコを売るとかってダメですからね。タバコを売るにはね、許可がいりますからね。さあ、もう事件いらないよ。特に今は警官が出払ってますからね。テロ行為です。フリバグ中央駅、2人のひげ男が鉄道の駅にやってきて祈りを捧げ、それから駅構内の別々の方向を歩くと2人ともジャケットを脱いだ。目撃者によると彼らは自爆装置のついたベストを着用していたらしい。1人はベストを爆発させたが、もう1人は計画通りに行かず、パニックになった男は駅の奥の部屋に駆け込んだ。自爆した1人でかなり被害が出てんじゃないの、そもそもね。ここはじゃあスワットチームを出しましょう。で、まあ、さっきも話したように事件会はね、ちょっと別にまたやりたいなと思いますので、一旦ここはスキップしちゃいますね。もう写真はね、確かに皆さんおっしゃってる通りできているのかなって感じもするんですよね。なのでちょっと事件会は事件会でまた設けたいと思います。さあ、こう今日はこれで事件はもう終わりかな。はい、テロ行為の方も無事解決できましたというところになりますね。で、爆発物を押収したんで、マフィアに売却を依頼しましょう。お金はね、半分終わって、まだ半分溜まってませんからね。はい、というわけで93日目お届けしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続き94日目をプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。